発の抹茶を使って、抹茶ラテの作り方をやろうかなと思います。最近、セミナーとか、出張でバリスタやりに行ったりとかするとよく抹茶ラテの作り方を聞かれるので、あと混ぜるだけで美味しい抹茶ラテできるので、簡単に作れる抹茶ラテの、作り方をやろうかなと思います。では。